広島県の南端、瀬戸内海に浮かぶみかんの島、豊か町。豊か町にある三たらい地区。江戸時代に開かれた瀬戸内の風町、潮町の港町。北前船や諸国の大名の交易船の寄港地として栄え、江戸時代の港町の面影を今も残している。三たらい地区の町並みが国の指定を受けたのは平成6年であった。近頃ではこの歴史的な町並みを見ようと、船でたくさんの観光客が訪ねてくる。三たらいはですね、長浜さんは三たらいに住む畳屋さん。今町並みの歴史を語るボランティアガイドをしている。変わりますよね、瀬戸内海は。で、自分の行きたい方向に基本的には、まあ、下関から大阪に行く、大阪から下関方面に行くということなんですが、自分が行きたい方向に常に潮の流れがあるとは限らないし、今日みたいに風があっても自分の行きたい方向に風が吹くとは限りませんから、自分の行きたい方向に潮の流れが変わるまで、あるいは風の向きが変わるまで、今皆さんが船を降りたところの沖にですね、北前船が止まって待ってたわけです。西国の大名の船の世話をした船宿の跡。幕末には吉田松陰、坂本龍馬ら歴史を動かした人物やシーボルトらの外国人も風町潮町でこの港に立ち寄った。豪壮な構えのお茶屋、若恵比寿屋。このような若恵比寿屋というような大きなお茶屋さんが三たらいには4軒ありました。これは広島藩からの認可を受けないとできない大きなものですね。その他小さな茶屋がたくさんあったんですよ。ここにはだいたい遊女が100名前後だと言われております。ですから、商売と同時に、その遊興の場としてのそのどうですかね、繁盛もしていくわけで、これがもうやはり遊ぶ場があるということになりますと、船乗りたちも本当は潮町じゃのうてもお見たらい寄っていこうじゃないかというようなことで、まあその船が入ってくるし、住民の中から充電券を考える会という会が生まれたのは5年前だった。建物の維持保存とこの文化財を地域にどう生かしていくか、町と住民で考える会である。町中のその当時の充電券の会では、自分の家の周りぐらいは案内できるようにしたいと町の歴史の勉強を始めた。ここ一軒で集めた寸志銀が一貫500文なんですよ。ある時売れっ子の町民によるボランティアガイドは今5人いる。今年はさらに10人ぐらいに増やしたいと講習会が行われている。お歯黒つけなんせと何度か言いますが、何年やってもつきます。充電券の会以外でも三たらいの歴史に興味を持つ人も出てきた。船大工の宮本さんは昔の船の模型を作っている。これは遊女を乗せていたおちょろ船。このおちょろ船をかたどっておちょろもなかという名のもなかを作っている和菓子屋さんもいる。自分の住んでいる町の歴史にすっかり虜になった畳屋の長浜さん。調べれば調べるほどですね、その当時の人間がこう立ち上がってくるんですわ。で、おそらくその一時この三たらいだけで1600人からの人間がおった時代があるんですよね。そうすると私は畳屋ですから、家の中へどこへでも畳の仕事があれば入っていくんですけども、
御手洗の家の一軒一軒の一間一間は非常に小さい家、小さい部屋が多いんですわ。だからおそらくここに8人から10人生活しとったんだなとかね。そうするといろんなその揉め事であったり何であったりがあっただろうというようなのを想像してきたりですね。あるいはその、まあ、若い店の過去帳なんかでもずっとこう、まあ、この間あそこに 100基以上墓が発掘されたんですけども、そういうのを見てるとそのそういういろんなドラマが想像できるんですよね。それが一番面白いですね。だからそのなんて言いましょうか、今までの歴史っていうか大正同士の戦いの歴史を歴史として我々は習ったんですけども、そうではなくてやっぱり具体的に庶民の私が多分その時代に生きとったらこうだろうなというようなのねが、その自分と全く同じレベルのと言いましょうか、あの生活レベルの人間の歴史がこう立ち上がってくるんですよね。